中から雨が降っています。 IAI スタジアム日本平です。ゲームにおいてはこの雨はどうでしょうね、影響。そうですね、まあ、この日本平の綺麗なピッチを考えるとですね、少し雨を含んで非常にボールが走ると思うんですよね、はい、ですので、スペクタルなサッカーを見れるんじゃないかなというふうに思いますよね、はい。この辺りはキープ力がある。エスパルスがファウルを取られます。村松です。さあ、その村松のファウルとなってフロンターレのチャンス。中村健吾のボールだ。最初にネットを揺らしたのは川崎フロンターレ。谷口の先制ゴール決まっています。いや、うまいことニアサイド入ってきましたね。そうですね、まあ、非常に柔らかいボールでですね、ニアの一番キーパーが出にくいところですよね。手元の時計、前半14分、先制ゴールは川崎フロンターレに入っています。今デュークが下がりましたよね。車屋のポジションを気にしています。左持ってきましたよね。さあ、そして裏を取った車屋、エリア内、クロスだ、クロス、そして小林、フロンターレ2点目。結果的にこの左サイド、フロンターレの左サイドのところですよね。いやー、奥津さんが感じていた通りの展開ですね。そうですね、もうフロンターレの選手がですね、右でボールをキープしながらですね、はい、もう左をみんな意識してるんですよね、はい、ですので、いつ左サイドに持ってくるかというタイミングだけ測ってるんですよ。いや、小林優はこれで4試合連続のゴールということになりました。森谷が運びます。そして家長のカバー、そしてウシーニョが高い位置。グラウンダーのボール、こわった長谷川達也。もうここも完全にですね、やっぱボールについていってしまっているので、エスパルスのディフェンスラインですよね、はい、ですのでゾーンでしっかりとディフェンスがもうできてないんですよね。さあ、そしてプレスキッカーチアゴ・アベス、オフィツァー戻ってきましたよ。そうですね、これ一気にエスパルスのサポーターはボルテージ上がるんじゃないですか。ですね、4月のアウェーでの川崎戦、移籍の初ゴール、チアゴ・アウベス決めています。あーっと狙ってきた、直接来ました。そうですね、枠取られてたんじゃないですか。いやー、4月の川崎戦ではこの後半アディショナルタイム、チアゴ・アウベスの同点ゴール、2対2と引き分けに持ち込んだというゲームでもありました。この後フロンターレは森本選手を投入します。阿部に続いてフォワードの森本。さあ、前線動き出しはチアゴ・アウベス。まあね、この辺りね、先ほどからちょっとこうパス交換見ててもちょっとね、まだね、おこれチャンスですね。森本に渡るフロンターレ、左足シュートだ。ゴールネット揺らしてきました、3点目。まあ、この森本の逃げる動きですよね。フォワードでもなかなかこう難しい動き出しだと思うんですけど、こうディフェンスラインのオフサイドにならないようにですね、はい、逃げる動きしてるんですよね。ボールから離れるこの動き、この動き出し、はい、この選手の特徴ですよね。で、思い切りのいいこのシュートが結局ゴールを生んで、はい、こうなってくるとフロンターレの鬼木監督の采配、積極采配が実ってるということになるんですよね。さあ、北側からミチェル・デューク、枠を捉えることはできません。今のもね、左に流して左足でというね、たらればですけども。さあ、ワンシーンワンチャンス作れるか。鎌田のクロス、ゴールキーパーチョン・ソン・リョンです。ここで終了のホイッスルです。最後まで攻撃サッカーを貫いた川崎フロンターレ、 ACL から中2日というこの
コンディション状況を感じさせない見事な攻撃サッカー3対0、勝ち点3を手にしています。